近代日本の知識、近代日本に関する知識を体系的に掴むことが必要でお願いしたいというふうに思います。なぜ平和の誓いなのかっていうことも私の授業を通して理解できると思います。鎖国を抜け出してヨーロッパの新しい価値観、それを受け入れることを、社会の基礎として受け入れることが平和国家の発展のために必要でした。そういう意味で、平和の誓いという言葉がふさわしいというふうに思います。何回かお話ししましたが、新島女王は鎖国の日本勢、北海道の函館へ渡り、そして、アメリカへ行くためにまず中国へ渡る、そういう機会を得たわけであります。で、中国へ向けて、出国するために、ロシアの、司祭に会います。そして、日本を脱出する力を貸してくれと言いますが反対されました。そして前回宇野吉という福祉宇野吉という少年に少年と親しくなって、その義教心のあるその少年の助けでアメリカ船ベルリン号に潜り込むことに成功する話をしましたけれども、これはこの宇野吉が大きくなった時の写真であります。で、左は、杉田玄瑞という蘭学者でありまして、有名な杉田玄白の、後継ぎになった人ですけれども、安中藩士は、その若い3人を選抜して蘭学、オランダ語を学ばせますけれども、その蘭学のその選ばれた選抜された一人が、ジョーで、ありました。そしていよいよ函館から脱出します。そして日本の美しい島々が水平線の彼方に消えようとするときに、ジョーは感傷的になります。まず帆柱の上に登って、父母や祖父、特におじいさんとのつながりが強かったですからのことを思って、悲しい気持ちになるわけでありますけれども、将来自分が外国を経験して帰ってきたときには大きく役割を果たすことができるだろうということで、勇気を持って、外国への、心を躍らせます。そして中国へ行くまでの間に2つの経験をしたことが航海日記に書かれております。で、一つのそのことはですね、その船長の理解を得てこのベルリン号に潜り込みましたけれども、船賃がないので、その船の上で働くことを約束しておりました。そして乗客の、一人にあることを命令されたんだけれども、言葉が分からなくて殴られました。それでジョーは、新島ジョーは侍ですから、殴られた外国人ケトーに殴られて激怒して、自分の部屋に、飛び込んで刀を握って仕返しをしようとするんだけれども、待てよと、ここで、
起こったらこのくらいのことで耐えられなかったらこれから遭遇するであろういろいろなことに耐えられないっていうことで自分の忍耐力がないことに恥じまして、そして以後その刀にかけて問題を解決することは決してない、決してすまいと思ったそうで、あります。このあたりにもその普遍的なその外国の人たちと付き合う、いろいろな日と の, 遭遇に臨む決意というものが あったわけであります。そして中国へ渡る途中でもう一つのエピソードをジョーは公開日記に書いております。それは銀のスプーンを誤って海へ落としてしまって、これは大変その申し訳ないということで、黙っていればわからないかもしれないんですけれども、船長のところへ行ってスプーンを海に落としてしまったのでということで、自分の持っているお金を全部出して、これで弁償したいということを話すわけでありますけれども、船長は微笑んで怒らないで許したのであります。まあ、そういう中でですね、異国の、人とのこう接触、そして全く価値観の違う人とのこう接触の中でもその真心を持って付き合えば、理解してもらえるんだということをまずその中国へ渡る前に体験いたしました。そしてジョーは中国からさらに今度は別の船に乗ってアメリカへ渡ることになります。波乱万丈